次期監督って誰なんですか。あのね、なんか情報持ってるでしょ。いや持ってない。嘘ばっかり。いや絶対持ってない。いやだからそこは俺今日ツッコミどころかなと思って。いや俺もいろんなやつに聞いてんだけど、はい、ない。それでねこの前吉さんにも聞いた。吉田芳雄さん、うん、はい、分かりまへんわって言いました。本当ですか。いやいやそれ、はい、いや一月ぐらい前にね、はい、これここだけの話だけど、はい、あそこにあのオーナーがいるじゃん、阪神阪急のオーナー、はいはい、その人と吉田さんと岡田が3人でゴルフしてる、うん、西宮関東に、はいはい、これ言っちゃいかんのこれ。いやいや、あの岡田さんはそこのメンバーなんで、メンバー、いや、はい、一緒にやる時々。ちょっと短い狭いコースですよ、ね、うんうん、もう二度したくないようなコースなんだけど近いから行くのよ、はいはい、しょっちゅう行くの、はい、この前見てきた、はい、だそこでやるっていう話を聞いて、はい、で実際やったらしいんですよ、はい、この前、はい、でその時に素人はきっとオーナーが岡田君監督来年頼むよってゴルフをしながらその間に予算が間に入って、はい、おあんたやったらよろしいよなとかでなんかそんな風じゃないですかっていう人が多いわけね、はい、でもそれは俺ないと思う。ない逆にない。おだって普通それはね俺がここで喋らんでもメディアに絶対伝わるわけですよ。ゴルフ場に行ったって分かるわけだから、うん、ね、みんなに分かるわけだから情報は漏れるはずなんですよ、はいはい、でそんな情報の漏れるようなことを監督問題でそんな早々とオーナーが派手にねやるわけないんですよ。だからちょっと円幕かなと、うん、ちょっと惑わしちゃうけど。じゃあ岡田さんをこうブラインドに使ったっていうことですか。まあ岡田でなかったら多分それに使われたかもしれないし、なんか持ってるじゃん。持ってないって。俺持ってない。いや絶対持ってる。持ってない持ってない。いやいや持ってるはずですよ。持ってないですよ本当に。あこれね、じゃあ岡田さんが、いやでもね、はい、まあ俺もあちこちに一応情報網があるから、ね、だから情報網でちょっともうちょっとしたらね。で第一俺阪神の監督関心ないの。監督誰がやろうと。あそこはね、うん、誰でもいいんだもん。ユニフォーム着た時はキャップ来るんだから。ノーマないやつがやってもとりあえずあのちょっと色塗り替えてねユニフォームだけ着せとけば、うん、客がなんぼでも来るんだ。まあ、だからお客さんは入りますよね、うん、だからもう10年20年ぐらい前からね手口を覚えたんだよ、うん、成績が悪かったらなんか看板変えとけば塗り替えとけば、うん、さあ今年の阪神優勝でって言ってね、まあ、新監督を迎えてみたいな。でそれはマスコミもみんなそれに乗ってくれるの。そうすると前の責任がみんなそこで飛んじゃう。なるほど。で次の年からもうわんさか客が来てまた儲かるカッパカッパ、はいはいはい、その手口だ商売が、うん、阪神って。なるほど、うん、だけど表向きはいや優勝だなんだってね言いますよ。それ優勝しませんとは言いませんよ。だけど本音はそこだから。なるほど。だからなかなか強くならない、うん、でも OB として次期監督やるといいなっていう人はいます。あでも誰がいいだろうね。なんかね僕のちょっとした噂では今岡じゃないかっていう。今岡ね野村さん嫌ったもんね。そうですね。いやだからその慌ててなんかメディアとかそういうのに出始めてるとか、うんうん、まあそういうのは耳にしてるんですよ。この前テレビでねたまたまね俺あの神宮の中継したじゃん、はいはい、だゲストにあの副音声で、はい、ヤギとはいはいヤギ来てます、ね、あのヤブが来てたんですよ、はいはいはい、でちょっと掛け合いでいろいろ喋ってたんですよ、はいはい、でもまだ誰だ次の阪神の監督だったらってまた口つぶれてた。知ってるんですか。知らない知らない。だけど女聞かれるの嫌でしょあいつら。でも自分たちも狙ってるっていう節はありますからね。いやだからいやいやお前あれかあの知らないのって言って今度俺がやるんだよ俺がやったらお前ら二人使ってやるからって俺言ったらすごい喜んでて。やっぱ戻りたいですから、ね、戻りたいよそら。いや江本さんに仮に来たらどうします。いやそら俺金ごっそり取って1年やる。だって老後あと5年計算したらその金でゆっくり優雅で暮らせる。どうせ本当だって客は来るし。でも金はもうあるでしょ。ないない。全くないです。いやそんな本当にないですよ。本当に何に使ったんですか。あの飯食うだけしか金しかない。何に使ったんですか。なんだろうね飯だろうねやっぱり。飯俺飯代が一番高いんですよ。いや相当な飯食ってきてる、ね、じゃあ今のしか食わないよはっきり言って。一番最高で払ったの食事の値段って。いやいや大したことないですよそれは。どのぐらいですか。いやいや 5万円とか10万円ですよそんなもん。いや一人はでしょ。うん、うん、いやいやでも何人か連れていくでしょ、うん、そうそうそう一人で行くことないな。
だから一人頭 5万。いや、そんなにいかないから、それは俺の知り合いの社長が。でもそこまで食べると、いやでもその食事に合わせていい酒も置くでしょ。いやでもそういうもんじゃなくてね、はい、なんだろうね、俺贅沢なんだろうね多分。いろんな食に関しては、うん、着るものとかどう。いや着るものも含めて食事も。3発なんぼすんの3発。いやこれ結構高いんですよ。高いだろ、これ万円ですよ、うん、そう。これでですよ、おかしい。俺だって2万、俺だって2万なんですよ。おかしいじゃないですよ。それだけは絶対。僕ね、理不尽なのは、例えば江本さんとか背が高いじゃないですか、うん、で生地を多く使うでしょ、うん、で僕らちっちゃいじゃないですか、うんうんうん、なんで大きいのとちっちゃいので値段が一緒なんだって思うんですよ。それを言うと、はい、スーパーシート乗るじゃないですか、はいはい、なんで背の低いやつと俺らみたいにでかいやつが同じサイズなの。そうでしょ。いやだからそうだろ、おもろいね。いやそう、おかしい、同じ値段だよ。いやそうですよ、俺隣に横時に新幹線隣に座るやつが、ちっこいやつが、ほんであの背ばたれからって倒すやつ、お前届いてねえじゃん前にって。そいつと、そういうやついますよ。なんで俺が同じサイズで、はい、同じこいつと料金一緒払って乗ってるのっていつも思って。いやそれ言うんだったら、うん、江本さん、あのジーパン切ったことないでしょ。ない。僕相当切るんですよ。あ、本当。俺伸ばすぐらいだ。これ切った値段は返してくれって思いますじゃん。確かにな。でしょ。今度俺のあげるよ、だから。だから散髪もそうなんですよ。ね、エモスさんの髪は金かかったのしょうがないと思いますよ。うん、僕は多少割引あってもよくないですか。いや、今度俺のは今度はあげるから。いやいや、だから理不尽なことって結構あるでしょ。あれ世の中理不尽だらけの世の中ですよね。稼いでも金がなくなるとかね、こんないい仕事してるのに金は入ってこないとかね、やっぱり理不尽だらけですよ。それはまあ生きながらね、行くのがこれは人生だから。いやしょうがないね。江本さんはコマーシャルとかも本とかも映画も作りましたよね。いやいや、だってそれ40年の間だよ。もう一時期なの。ここ20年ぐらいはもう国会議員してる。国会議員って今アホみたいにさ、あの国会議員が100万円文書通信交通滞在費をもらってやってみんなケチくさいこと言ってるんだけど、どんだけ金かかると思って。でもあれって運転手とかもつけれるんですよ。つけないよ、なんか全部自腹だよ。秘書が一緒に行く時も飯代も宿泊も全部議員が払うんで、マスコミはそういうことは報道しない。それ経費じゃないですか。経費、段の経費、自分の経費で落とせることは自分のもらった給料から払うんだよ。どっかからもらうわけじゃない。議員さんっていくらぐらいなんですか。議員でね、給料が120万ぐらいで、それでやっていけないじゃん。やっていけませんよ。だから献金もらう。だから文書通信交通滞在費という、要するに本当はあげると世間からうるさいんで、これはそういう名目であげますって言って、あれも一種の給料なんで。あ、そうなんですか。うん、それを今頃つついてるわけ。それっていくらぐらいもらえる。月100万、1200万だね、年間。じゃあ月200万以上はあるということですよね。でも200万で税金引かれて、事務所の費用、それからいろんなもの引かれたら、もう何本も残らない。でもだから金持ちがバックがしっかりしてる、労働組合とか、そういう自分の金掴んでいい人たちはいい職。でもいい思いはしました。嫌なんかするわけないじゃない。だってそこから収入が5分の1に減ってるよね。そうですよ。で、公園なんか一切なくなる。ちょっと待ってください。5分の1って言ったら1億持ってたって。いや、もちろんもちろん。だからそれぐらい減ってくるんで、だから金持ちはしないじゃん。たけしだとかしないじゃん。まあそうですね。有名なタモリだとかさ、さんまとか、議員やったら一発当選するじゃん。まあ絶対しますよね。今稼いでるうちの1000万か、給料100万か200万になっちゃうんだから。でもその例えば公園の依頼があって、やっぱそういう先生って言われるようになったら、人は金が全然安い。安い、当たり前なんだって。高くなるんじゃないですか。それで第一政治職の人は呼ばれない。で、呼ばれるところは自分たちのところだけだから、うん、まあ今回は一つ、ご好意でって言われて、うっかりするとただだよ、ほとんど。あ、そうなの。もちろんもちろん。みんなだから報道が間違ってんだよ。いや、ちょっと、いやだからやらないじゃん。やらない方がいいですよ。いや、ちょっと分かった人はやらないじゃん。だからね、ちょっと話があった時あったんですよ。うん、あ、それ俺今日ね聞こうと思った。なんですか。いや、どうだったそれ。そういうの誘われたらやる気あったの。いや、長崎とかやったじゃないですか。ちょっと、いや、やらないですよ、多分。やらない。多分生活苦しむだよ。あ、そうそれはそうそう。稼い、いや、例えば毎月20万か30万しかもらってないサラリーマンが、それから仕事もろくにない、アルバイトのお兄ちゃんが、2、30万しかもらえないやつが、
いきなり国会議員で120万もらったら万歳するじゃん。杉本さん、そうですね。そういう人と何千万か稼いでる人がだよ、なんでわざわざそんな安い年俸やらないか。まあ例えば、うん、ここ開発しますよと。あ、それはもう全然そんな話はありえない。いや、それでここを買っとけば、うん、買っとけばあ、それはないね。それは全部捕まる、捕まるよ。捕まりますよ。あ、そうなんですね。国会議員でそんなのない。それは役所、うん、それなんで江本さんやったんですか。いや、まあそれ言ってると話なくなるから。なるほど、まあ、よあの時が流れるね。でも名声は終わりましたよ ね、 ね、うん、俺ね、はい、あの自分の人生ちょっと振り返って、俺ごときの話で申し訳ないけど、だいたい11年周期なんですよ、うん、転換期、うん、今も崩れてるけど、だいたい野球始めて11年、はい、で、プロ入って、でプロ入って11年やって、で11年住んで議員になったの、はい、で11年やって辞めた、うん、だからだいたい11年周期でこう転機行くと。でもいろんな経験されましたよね。ましたね。本当にいろんな裏社会まで見てきたと思うんですけど、ね、うん、まあ、まあ裏っていうほどでもない、まあ、裏ってこう汚い裏ではなくて、うんうんうん、まあ、議員さんの裏側とかね。そうそうそう、だから議員のことのその待遇の問題とかいろんな今の やってるようなことも分かるよ俺、うん、ほんで国会議員ってね、権限は何もない。みんななんか勘違いしてる。で権限、権力があるって思いますけど、ね、何にもない。本当ですか、うん、ただし大臣とか、はい、そういう行政の長になると、はいはい、